ほう。ちょっと。でもね、まあ、前下がり感が欲しいと言って、うちはドーンって切って、そのまま下がってきた感じだよね。でまあ、いつも通り結構軽くはしてるんだけど。長さ希望ありますか？前下がりは変わらずで。変わらずで。前下がりですね。後ろがもっとすっきりしてるね。ですよね。うん。顔面はない。顔面は気持ちもない。なるほど。感じ的にはあれだよね、後ろはスッキリでいいんだけど、ちょっと横は、後ろはスッキリでいいんだけど、横はちょっと長さはある程度あった方が、顔面が顔面を出した方がいいと思うんだけど、まあでもこの長さはそしたら最後は、まあそうですね、ほぼ整えるぐらいにしておいて、後ろはこれはもう、まあないか、なってもいいっていう、ないと困るんだけどね。でバランスよく、それあんまり段がついたスタイルじゃないんで、しっかりこう収まるようにして、この内側をね、ちょっとしっかりこう押さえて、押さえてというか、なくしてあげれば、シュッと収まって、かつ、その前は、すごくこうカットで、うまい下手がすごく出やすいんで、任せてください。動いても暴れても風に吹かれても美しい前下がりが出るように、篠崎君がやれば大丈夫です。軽く。
一緒に行かないから一緒に行くんです。